六本松グルメ紹介第2弾。今日はですね、ゆかり先生、真中先生とともに六本松のグルメを紹介したいと思います。今日のお店はですね、あちらに見えますバイミースタンド、あちらのお店に行こうと思います。それでは早速行きましょう。レッツゴー。こちらがですね、今日のお店、バイミースタンドさんです。アップルジュース、アップルジュースいい、かわいいねえ、かわいい、マカちゃんかわいい、ボストーリーあれかわいい、あ、まだ来たことある？ないです、初めてです。あ、ミクロコマスコですね。私も初めてです。ロコマスにいるくせに初めて来ました。あかりちゃんは何回か来たことあります。ゆかりちゃんのおすすめサンドイッチは何ですか？私はあれですね、ティラグリーン。あ、これ？お、すごい。そうです。へぇー、実はそう。めちゃめちゃ、めちゃうまい。めちゃくちゃうまい。めちゃうまい。すごい美味しい。おすすめです。パインジュースで、アップルジュースとレモンスカッシュ、ちょっと美味しいですね。うまっ。いただきます。私、これちゃんと泡とかも入れてて本当に美味しい。こちら、テラグリーンというサンドイッチで、アボカドとほうれん草とミックスチーズとバジルペーストが入っています。いただきます。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。アボカド好きにはたまらないですね、これは。うん、女の子とか女子が好きそうな味です。あかり先生、サンドイッチ好きと？好きです。うん、結構食べる？結構食べますね。へー、美味しい。これはカウチポテトです。うんうん、中にじゃがいも、ベーコン、チェダーチーズ、マスカルポーネ、マスタードが入ってます。うん、いただきます。美味しそう、これ。美味しい。うん、美味しいです。じゃがいもとベーコンがふわーって。すごく全部が美味しいです。
してください。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも来てください。来てください。バイミースタンドで美味しいサンドイッチを食べたんで、ちょっとね、休憩ということで、コーヒーマンっていうところですね、カフェラテが美味しいと話題のところなんで、早速行ってみましょう。レッツゴー、せーの。コーヒー手に入りました。異次元にコーヒーが浮かんでました。ちなみにこちらはホットカフェラテになっております。はい、はい、コーヒーマンさんですね。いい匂いね。いただきます。あ、うまっ。美味しい。なんかやっぱ違うわ。ねえ、久々飲んだけどめっちゃうまい。どうですか。美味しい。美味しい。お、シンプルに、うん、美味しいです。温まります。温まります。後味風味が全然違うの、うん、これ。うまいです。いただきます。たい焼きです。あ、おいしい。おいしい。おいしいしかないよね。なんだろう。いただきます。いただきます。はい、おいしい。なんかおいしいよね。おいしい。おお、ありがとうございます。お餅ですか。揚げ餅をね、つけてるんですよ。ちならではで、自称日本一唐揚げが似合う男でした。食べさせていただきます。間違いない。いただきます。一口で熱そう。熱っ。うん、うん、鶏肉めっちゃ美味しいです。これ食感しっかりあって、うん、うん、柔らかきれい、うん、美味しい。ジューシーで衣が美味しい。本当に、うん、揚げたて最高です。はい。美味しいですか。美味しいです。六本松4丁目の裏通り64ストリートと、まあ、勝手に名付けて呼んでる、あのバックストリート裏通りで6本僕のお店をやってます。あのタイ餅といいまして、タイ焼きの形をした焼き餅と、唐揚げという全く別の2つを組み合わせて販売しております。おじいちゃんおばあちゃんから子供たちまで人気だと思います。地元のソウルスイーツ、ソウルフードになるように頑張ってます。よろしくお願いします。本末グルメ旅を、グルメ旅を終えて、ずっと今六本松に働いてるけど、なかなか六本松の地域の人たちとお話しする機会もなかったんで、こういうのを機会に、六本木の店主さんともたくさんお話ができたんで、すごく楽しかったですね。はいはい。はい、六本松はドットカラーでよく来る場所なんですけど、意外とこのグルメとか素敵なお店がたくさんあるので、もっとこういろいろ回って素敵なお店に出会えたらなと思います。今回初めて行ったところも多かったし、まだまだちょっと歩いて行ったいいお店がありそうだなって思ったので、ダンスする前とか終わった後に行きたいなって思いました。以上、六本松散策でした。もし面白かったなって方がいたら、ドットカラダンススタジオのチャンネル登録と高評価コメントぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。